それではご紹介いたします。大津さんです。よろしくお願いします。大津です。あまり時間が、ないので10分間ということなんでね、まずは、聞いてください。ひととせです。もしもこうして僕はあなたとあの日出会っていなかったら、今頃僕はそこで何をしながら過ごしていたのでしょう。あなたの面影、ギターを抱いて書き鳴らした。Thank you.
ここの近鉄、奈良の駅前にあのビバリーヒルズさんというあのライブハウスがあります、そちらで4月16日土曜日、ライブやりますので、またよろしければ、お越しください。お願いします。ありがとうございます。